ロスト・イン・ザ・フォグは、アメリカ合衆国のサラブレッドの競争馬。21世紀初頭のアメリカ競馬界において、短距離路線を設巻し、2005年のエクリプス賞、最優秀短距離馬を受賞した。しかし病魔に侵され、その翌年に溶接した。現地の競馬ファンからは、サホックの愛称で呼ばれていた。フロリダ州の生産者であるスーザン・セパーの牧場で、生まれた、競争馬である。 黒影の馬体をしており、額の大きな白斑から、左の鼻の穴へと流れる細い流星を持っていた。搭載当時は1万3000ドル、一歳当時は4万8000ドルの値が付けられていたが、2004年3月にフロリダ州オカラで行われたブリーダーズセールにおいて、最終的に14万ドルの価格で、ハリー・アレオに落札された。馬名は牧場にいた頃のエピソードにちなんでおり、 生産者のスーザンが文字通りボンバを霧の中で見失う体験をしたことに由来している。アレオに購入されたロスト・イン・ザ・フォグは競争馬となるべくグレッグ・ジルクリスと調教師に預けられた。デビューは11月14日のゴールデン・ゲート・フィールズ競馬場でハンデキャップの未勝利戦を一番人気に応え、7場審査をつける圧勝で初戦を飾った。初戦でを取ったラッセル・ベーズは 以後もほとんどの競争でロストインザフォングの安城を務めた。続いて、年末のアリゾナ州のターフウェイパーク競馬場へと遠征、アリゾナジュベナイルステークスに出走すると、ここでは他の出走馬を大きく引き離す14馬審査を記録して優勝した。翌年の3歳シーズンは間を入れずに1月から指導、今度はフロリダ州のガルフストリームパーク競馬場に遠征し、1月の オカラスタッドダッシュステークスも、楽勝。3月のスウェイルステークスは、初の重賞となったが難なく優勝を果たした。4月には、東海岸へと遠征、ニューヨーク州のアケダクト競馬場で、ベイショアステークスを、これまた楽勝した。当初はここで一旦休養を入れる予定であったが、地元である、ゴールデンゲートフィールズ競馬場がロストインザフォグのために、 ゴールデンウェアブリーダーズカップステークスという競争を新設し、そこへの出走を申し出てきたため、休みを返上して、これに登録した。結果は重馬神の大差での圧勝で、地元のファンのみならず、全国的にその名が知れ渡った。翌月には再び東海岸へと戻って、ベルモントパーク競馬場、その翌月には再び、フロリダのコールダー競馬場へと遠征。 いずれも勝ち星を挙げた。8月には再び、ニューヨークのサラトガ競馬場へと向かい、キングスビショップステークスで初の G1 勝ちを収め、年末のブリーダーズカップスプリント制覇に弾みをつけた。ブリーダーズカップを約1ヶ月後に控えた、ロストインザフォグであったが、ここで今度は、ベイメドーズ競馬場より競争への招待を受け、再び西海岸へと舞い戻った。 ハンデキャップ競争であったが、7馬身もの差をつけて、圧勝、連勝記録を10に伸ばした。ブリーダーズカップスプリントでは当然のように一番人気に、支持された。しかしレースが始まってみるとロストインザフォークは、先手を奪えず、順位を上げることができずにそのまま、交代、勝ち馬シルバートレインから5馬身以上離された7着に、沈み、大一番で、初の敗戦を喫した。 この競争の後、ロスト・イン・ザ・フォグは、初めての長期休養を与えられた。最後の競争こそ落としたものの、この年、G1 勝ちを含む9戦8勝発祥の戦績は大いに、評価され、同年のエクリプス賞最優秀短距離場に選ばれた。2006年4月、ロスト・イン・ザ・フォグは4歳シーズンの初戦を、ゴールデン・ゲート・フィールズ競馬場のステークス競争で、 迎えたが、勝ち馬に三馬身離された二着に敗れ、地元で初の敗北を得た。その次走となった6月のチャーチルダウンズ競馬場で、出走したアリスティ・デスブリーダーズカップハンディキャップでは、一転して優勝を手にしたが、結果としてこれが最後の勝利となった。6月15日、ロスト・イン・ザ・フォグはこの年3戦目として、コールダー競馬場の G1 競争。 スマイルスプリントに出走した。しかしレース中は制裁を欠く走りで、結果は9着と惨敗であった。結果として、ロストインザ・フォグの競争生活は、この競争が最後の競争となった。明らかな能力減衰に、関係者らも何らかの体調不良を疑っており、当初は戦痛が疑われた。2006年8月、ロストインザ・フォグは、 カリフォルニアの獣医科大学病院で診断を受け、その結果メロンのような大きさの癌が脾臓にできていることが判明した。この診断にジルクリストもこのようなものを抱えたまま走っていたのかと驚嘆し、馬種のアレオもほとんどバーバロの状況と変わらないが、我々ができることは何でもすると生存を願った。しかしその願いも虚しく、8月18日に行った再診断では、 病状が悪化しているという診断結果が下った。ブラッドホース氏はこれについて新たに2つの腫瘍が発見された。一つは卵ほどの大きさで脾臓の膜にかかっており、もう一つは脊椎の背中側にある最初に発見されたものと同等の大きさのものであった。外科的な手術で取り除くのは非常に困難である。と報じている。余命は10日程度と宣告され、 関係者も生存を断念せざるを得なかった。その場で安楽死させるという選択もあったが、ジルクリストは、ロスト・イン・ザ・ホグに、最後の時間を与えたいと願い出た。このため、ロスト・イン・ザ・ホグは慣れ親しんだ、ゴールデン・ゲート・フィールズの旧社に戻され、そこで残された時間を過ごすことになった。2006年9月17日、ロスト・イン・ザ・ホグは放牧中に倒れて、苦痛を訴えたため、 安楽死の処置が取られた。それから約2週間後の9月30日、ゴールデンゲートフィールズ競馬場では、ロスト・イン・ザ・ホブの生涯を称える式典が催され、アレオの意向により同馬の遺骸がゴールデンゲートフィールズの場内に埋葬された。同競馬場に埋葬された競争馬はシルキー・サリバンに次ぐ2頭目で、その隣に埋められている。母クラウドブレイクは未勝利場で、 その母ウィストフルはステークス競争発祥と、それなりの成績を収めた馬であったが、その3区には、兄弟姉妹含めて、ステークス競争優勝経験のある馬は皆無であった。現在までに、ロスト・イン・ザ・フォングを含めて4頭の勝ち上がり、3区を出している。ウィンスター・ファームに、つなぎようされていたが、後の2005年11月に、ファシクティ・プトンのケンタッキーセールに上場され、 60万ドルで、チャールズ・データーに落札されている。父ロスト・ソルジャーは、アメリカやアラブ首長国連邦で競争していた馬で、G3 競争を一つ勝っているほか、アメリカ・ドバイのステークス競争で勝ちを挙げている。種ボバとして、成功というほど目立った成績を挙げているわけではないが、ロスト・イン・ザ・ホブを出したことにより、大きな注目を集めている。それ以外の代表3区に、 サンシャインミリオンズターフステークスに勝ったソルジャーズダンサーなどがいる。ありがとうございます。